お待たせしました。ようやく話が進みます。フィリーか、ダニーだ。いや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 、違う違う、フィリーなんていない。フィリー・バルザガって書いてますけど。おう、何しょってんだ。かっこ悪いランドセルです。ビール、ビール24本。ここのボスは何にでも使い道がある。手伝ってくれよ、こっちに来てくれ。いきなり知らない、そいつを抑えててほしいんだ。いきなり知らない人間を。デッドマンスイッチだ。え、話したらドカーン。で、何の用だ。リベルタードの使いだ。クララに聞いてないか。クララ、リベルタード、すげえビッグネームだな。あ、チョリソーじゃん。君がチョリソーか。クララは君しかいないのに。目的は何だ。家族を助ける、子供か。違う、国を救うんです。だったら何が狙いだ。まずはスイッチを切れ。カスティロを倒す助っ人を探してる。よし、いいぞ。お前がクララのヒーロー。ヒーローじゃない。おお。ひどひど。フィリーマジックだ。助けが欲しいんならカルロス・モンテロだな。あの一家がこの国を救うんだ。わかった、合わせてくれ。待て待て、落ち着け。まずはフィリーに好かれろ。自分で言うか。ベビーモンテロに好かれろ。ベビーモンテロ。ベビーモンテロ。ああ、エグザチャリサ、娘のエスパードだ。最後に会った時、東にある農園を探りに行くって言ってた。さっきのメモにあった人ですね。いいが、どこにいるんだか。それにエスパードはジャジャ馬だぞ。ああそうだ、次に会ったらさ、チョリソーかわいいな。いじらせてくれ。ダメだ。ダメだ。じゃあせいぜい毒に気をつけろ。毒？ふざけたやつだ。まったくだ。エスパーダを見つける。フィディは彼女がタバコ農園に向かったと言っていた。はいはいはい。フィディじゃないや。エスパーダを助けて信頼を得ろみたいな感じですね、きっと。ただチョリソーがここで出てくると思わなかったな。ここにアミーゴとしてチョリソーがいるんですよ。多分だからあの子もアミーゴとして役、ビークル役立ってくれるわけですね。ここ結構遠いね。じゃあ行きますか。あ、間違えた。ん？よいしょ。こっからこうか。じゃあ自動運転で進んでもらいます。ほんとオートは楽でいい。ただ遠回りになりそうな予感はする。そうでもないか。結構距離ありますね。なんかあったな今。フィリー、誰だ。ダニー、あんたが爆破しようとしたゲリラだ。フフフ、じゃないか。どうしたんだ。よく番号知ってましたね。タバコ、白スーツ、晩餐会、それにもシャンパン。揃ってる。いくらヒーローが都会っ子だとはいえ、西部の農園がどんなかはわかるだろう。タバコに囲まれた古い建物だ。エスパーダはある副官を探してるらしいから、きっと中にいるはずだ。狙いは。さあ、シャンパン。モンテロの連中は秘密裏にことを運ぶ。ここは君もそうした方が良さそうだ。道路を走ってるだけで普通にトラックと正面衝突するのはちょっと困りもんですね。フィリーの話がよく分かんなかった。まだです。まだだ。まずは娘を見つけなきゃいけない。カミラのことね。カミラ？エスパーだ。農家の協力は欠かせない。頼んだよ。カルロスと会ったらまた連絡する。ダニー、あんたはきっとカルロスに気に入られる。心配ない。だといいんですけどね。
なんか誰かいるな。本当暗くてわかんない。登る？いたたた。捕虜だ。報告事項なし。なんかいろ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 見つかったけど大丈夫かな？誰かが戦ってますね。ゲイラかな。逃がす。気にするな。気にするな。リベルタードの箱の場所が分かった。道路で誰かがやり合ってますけど、気にせず。ああ、火がついてる。気にせず進む。ん？いい子にしてたか。かわいいね。今下に落ちてるアイテム拾おうと思ったらシャンパンが割り込んできて可愛がってしまった。あれ車どこやったっけ。なんか敵の車がたくさんあって、バギーがどっか行ったんでこの車もらいましょう。悪いシャンパン、歩いてくれ。間違えた。自動運転よいしょ。自動運転、はい。なんだこれ。ちゃんと曲がってくださいね。道は広いけどど田舎ですね。軍用道路かしら。もうすれ違う車全部敵兵の車なんですけど大丈夫かしら。くしゃみ出そうで出ない。ちょっと待ってください。こうし、あー、ちょっと待ってください。こうして、あー、こうして、こうして、はい、失礼。あれ、ちょっと待った、なんか画面がおかしくなった。画面がおかしくなった。ああ、まずい。これはちょっと画面がおかしくなりましたね。ああ、動かなくなっちゃったね。一回落とすか。ちょっとフリーズしたみたいなので。今音楽だけは流れてるですよね。そうそうそう、なんかゲームとしては車の自動運転がされてるっぽいんですけど、でも画面表示が固まってて多分これ今勝手に進んでると思うんですよね。あ、なんか止まったな今。どうしよう。一回落とすか。ちょっと一回落とします。ちょっと立ち上げ直します。プレイ
ちゃんとセーブされてますよね。うちはゲームをウィンドウモードでプレイしてるんですけど、そのウィンドウをさっき動かそうとして、それで失敗したというか変な固まり方をしましたね。画面が何再描写されなくなったみたいな感じでした。あれ動かないか。OKOK。 ちょっと画面を動かして、でゲーム続行。さあどっからですかね。マドルガダではある。どこだこれ。あ、もう農場ついてる。え、農場なのここ。いきなり侵入中になってますけど、マップ全然違うじゃない。変なとこ来てますね。違う、目的地はこれ。ここはサンチェス農場、ここではない。え、どうやって入ったの。上へ登れるが、登ったところでどうよ。違う、マップ、ここに行きたいのです。はいはい、ここの大通りですね。あ、ここから出られる。 OKOK。 いや、ほんと暗くて申し訳ないな。ちょっとまた一回いじるか。バックラの画面でフィルターしようか。ガンマガンマガンマん？ガンマはないのか。色補正ガンマをちょっと下げていきますと、あ、上げる方ね、了解。これぐらいなら多少見やすく、なんか昼間みたいに明るいな。行こうか。はい、じゃあ車もなくなっちゃったんで、ダッシュで行きます。奪ってもいいんですけど。待った、なんかあるわ。犬だ。箱がある。ここは軍の施設のようですね。ん？ここに箱があるの？バンカーですね。気をつけて進もう。逃げられないぞ。うは。ちょっとこれはまずい。こっちに来るんじゃない。すいません。今帰ります。ビビロ化されたタバコがこんなに。タバコがこんなにって言ってましたけど、何を見たんでしょうね。これ向こう側でしょう。
これは朝焼けですか。ようやく夜が明けようとしているところっぽいけど、うん。シャンパンちょっとそこで待ってて。よし。このバンカーの中に箱があるっぽいのですけど、見回りがいるね。そもそもこれどっから入っていいかわかんないんですよね。こっから入れるのかしら。入れないわ。警戒されてんね。またボールでも投げますか。ここのロケット兵やれそうだから、あ、こっち来た。すいません、帰ります。なかなかやりづらいな。今ならやれそう。さすがにスナイパーライフルに変えよう。この人は南木氷弾が苦手なので、スナイパーライフルの弾を切り替え、通常弾でいいか。すぐ見つかるな。真正面向いてるからか。なんか見つかるな。まず、なんか良くない。攻めあぐねてますね。もう普通にやっちゃった方がいいのかな。見つかったか。車線が通ってない。シャンパン大活躍でもない、これは。もしかして。シャンパン大活躍じゃない君。車線が通らない。すまんな、シャンパン、君のおかげで倒せたよ。オッケー。箱。おお、なんか武器だ。サブマシンガン。シャンパンはあれですかね。ちゃんと助けてあげないと自分では蘇生しないのかしら。グアポは放っておいても、勝手に復活したんですよね。シャンパン、移動だ。はい、どうも、真央さん、こんにちはです。今日も例によってやっておりますが、
いつものファークラ6ゲリラ活動です。今敵のバンカーを襲って物資を手に入れたところですが、シャンパン新たなアミーゴシャンパンと一緒に旅をしてるんですが、ちょっとシャンパン落ち着け、シャンパン落ち着け、シャンパンがさっきから火の中突っ込んでてギャーギャー言ってます。これなんだ、回収。他にはない感じ。オッケー。シャンパンだからなんで火に突っ込んでくの、てかなんでこんなに燃えてんのここ。よし、ほな行きますか。ちょうどトラックがありますね。このトラック乗っていこう。お前は乗れないんだ。すまんな、シャンパン。じゃあまたオートクルージングで進んでいきましょう。目標地点、まあでも300メートル先、兵隊いるな。そこまで行かなくてもこの辺で降りてまっすぐ進んでも良さそうですね。降りるか。カスチロ草原、タバコ農園。はい、さて侵入禁止区域ですが、君はもう入ってるのね。ただ兵隊はいなさそう。カスチロ草原ってことは軍の施設ってことですよね、きっと。ああ、なんかいるな。お、箱がある。お？スナイパー？スナイパーって言った？どこに？ん？室内かな？室内、箱のそばに敵がいるっぽいから多分室内ですね、これは。入っちゃっていいのかしら？あそこから入れそうではある。他には？いなさそうですけど。ん？うん。ちょっとシャンパン待ってて。いなさげですか。いなさげですが、いることは確実。中だね。問題はこの中にどうやって入るかですが、なんかグラップルで上から入るっぽいですね。お？エスパーだってのは容赦ないな。ああ、これここの警備員か。先に来たエスパーダが。先に来たエスパーダがやったんでしょうね。おっと、扉があるかと思ったらないじゃないですか。ここにいるっぽいけどな。お水飲むのだ。びっくりしたい。ここかなあ。あ、死んでる。よし、ちょっと今のうちにお水飲むのだ。
しむ人々にかけがえのない時間を与える治療薬。ビビロは世界中の、うん、お水飲んだのだね。しょい、じゃあ行きますか。ここにいるでしょう、きっと。あ、違った、これか。え、ここでしょう。あ、ライフル。え、これ、え？あ、ありがとうございます。なんか武器が手に入った。いない。ここにも。いないね。エスパーダが倒した跡はあるけれど。上かな？ 2 階にいるんですかね。剣なんて呼ぶよりブレードの方がかっこいいのに。ああ、そっか、エスパーだって剣っていう意味でしたっけ。そういえば娘って言ってましたから女の人ですよね。それなのに剣とか呼ばれてるの怖ない。ん、読む、これか。正式な軍事通知、解雇通知、宛先ペレスカスティーロ草園タバコ農園従業員。解雇通知、カスティーロ草園タバコ農園創立1946年。理由、就業規則に準ずる。従業員の皆様へ、これまであなた方を雇用していた歴史的建造物は楽園再建条例のもと転用される運びとなりました。カスティーロ家は一家の歴史が詰まったこの邸宅と土地を守ったあなたの献身に感謝いたします。この邸宅は今後ホセ・カスティロ将軍の作戦基地へと転用されます。勝手に奪ったんですね。各従業員に宛てられた解雇通知をしかるべき関係省庁に2日以内に提出してください。カスティロ草園タバコ農園会社またはその関連会社の制服、業務用具、電子機器、食料配給券などを含むいかなる所有物も同じく2日以内に返却していただく必要があります。すべてを取り上げようとしてますね。抵抗する場合は即刻投獄します。国防軍土地再評価委員会 T マーティン軍曹。え、軍曹、なるほど。ひどい目にあったんですね。なんかどっかでピコピコ言ってますけど。あー、これか。警報装置ですね。切っとこう。これは長押しなんですね。単押しでいい時と長押ししなきゃいけない時とで、いけない時とで、あの差がないから、どうしていいか分かんなくなるんですよね。その辺もうちょっと分かりやすく表示してほしい。多分エスパーダはあのん？何でもなかった。あの娘は真正面から切り込んできたみたいですね。なるほどね。じゃあ上行きますか。上には誰かいそうだし。上に行く階段どっかなかったっけ。あー、なるほど、軍用基地に転換された感じですね。アウトキャスト調達命令、国防軍調達部隊宛先、カスティロ草園タバコ農園が必要とするアウトキャストの人数が変わりましたことをお知らせします。過労により消耗及び兵士による違法行為によって死者が発生したため、
毎週農園にいただいている人数を今までの20人から30人へと 1.5 倍に増やす必要があります。よろしくご検討ください。大尉シーモラレス。過労による消耗および兵士による違法行為。兵士による違法行為はダメでしょう。うん、薬。あ、階段。じゃ行きますか。あー、向こうなんか残ってるね。また後で撮りましょう。階段登ってすぐ扉ってなかなかないと思うんですけどね。こっち塞がれてる感じ？こちら。こちら。あれ、この辺にいそうな雰囲気ですが。衛生兵がいても無駄だ。縛られてません？これあれか、エスパーダが捕まえたんじゃないんですか、きっと。お邪魔します。これはかなりの凄腕だ。一人でこれだけの兵士をやってるわけですからね。え、何？読む。懲戒決定。以下の国防軍2等兵は1ヶ月間給与を削減する、削減し3ヶ月間夜勤シフトおよび食堂勤務の回数を大幅に減らすものとする。ん？増やすんじゃなくて減らすの？夜間シフトを減らす？うんたら2等兵、かんたら2等兵、ふんふんふん。これは以降ビッグタイム、ビッグタイムチェスに参加しようと考える者への警告である。アウトキャストは国防軍の所有物であり、その扱いも国防軍が決める。以上。これか、これさっきの手紙にあった兵士による違法行為によってアウトキャストが減ったっていう件があったようですけど、それに対する懲戒ですね。ビッグタイムチェスっていうのをやってたっていうふうに書いてますけど、そのビッグタイムチェスが何なのか。我々自身がこの手で救っている。壊れないわ。ではそのビビロですが、ヤガラ特産と言える、そのなんかどっか違うところで叫び声がするんですよね。あれ、死んでる。さっきまで生きてたのに。生きてましたよね。死んでるわ。一体何が起きてるんだ。あ、なんか尋問してるわ。なるほど、だから声が聞こえてたんですね。その通り。大地が毒で汚され、家族の指から血を吸いながら働く方がよっぽど怖い。あんたは変。エスパーだ。やめろ、頼む。おう、おっと、いきなり投げてこないでほしい。カムリナ。あんたは一体。ダニーだ、リベルタードのベビーモントロ。ベビーモントロだと。フィリーのやつ。父親に会いたいんだ。クララが取引したいと。そんな名前クソほどの価値もない。クララがルシアの手下。いちいち反応するじゃん。モントロの娘。頼む、殺すな。おう。クカはどこ行ったの？言えば殺さないか。ああ、火曜日やるやるだ。ホセが個人で所有してる島だ。満足か？いいえ、でも十分。やりたい。伝言を届けてもらう。ホセ・カスティロに。まずは奴の副官を一人ずつ殺すって。これは娯楽。そして次に、あのタバコ農場にいるアウトキャストを解放するって。これは仲間のため。そして最後にホセの喉をかき切ってやるって。ちょうどここを。もう、これは私のため。メモを取っておくよ。君が来たとだけ言えばあのチビには伝わる。
スク川を間違えたね。パパに会いに行こう。なんか話の展開がスムーズすぎる。え？外にいた馬を使おう。馬？あ、なんか。なあ、死体が兵士に見つかったみたいだ。見つかったみたいだよ。これしてこれしてこれか。はい、行きまーす。まずはここから脱出しないとですよ。兵士がやられてる。急いで。そう、まずいね。あのトラックはこれでやっちゃえばいいのでは？あ、間違えた。それじゃない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 。ちょっと待って。これよ。うい。いいね。てかやってる間にシャンパンがダウンしてますが。当たらん。いででこれ毒ですよ。ちょっと帰ろう帰ろう帰ろう。薬はない。え、ちょっとめっちゃかかってますけど大丈夫ですか。シャンパン助けに行きたいけどな。これ農園の前にいる兵士を一掃しなければ全員倒せばいいんですね。守ってた方がやりやすい。うっそー、なんでそっから来んの。よし、回復。ほわー、ちょっと武器が良くない。武器エクセキューションなんでいけるかな。これわ、いらっしゃいませ。うわ、全然良くないわ。うい、あ、でも結構強いかもしれない。ちょっと待った。ちょっと待った。一回撤退。そして回復。毒が結構きついね。うい。あ、そうか、ここってあっちもこっちも空いてるからそこら中から敵が入ってくる感じじゃないですか、もしかして。全員倒せばいいだけなんで。お、これか。えい、どこだ。ヒリ来てんじゃん。よいしょ、ここでこうよ。今のうちに落とせ。いいね。誰かいるな。オッケー。ちょっと、うわい、うん、シャンパンつまんな。シャンパン、なかなか君を単独で戦わせるのは難しいですね。グアポだったら勝手に起きるから放っておいてもいいんですけど。とかやってる間になんとか倒すことができましたが、ちょっともうちょっと戦い方、ああこれとか使えばよかったのかな。いや、当たらんやろ。狙いがひどすぎる。あ、こうか。なるほどね。
さて、で、彼女について行ってキャンプでカルロスと会おう。これで騒げる。行くよ。オッケー。この人のお父さんですね。よ。はいよ。こっちだよ。急いで。ついてくよ。ちょっと待って。なんかあるけど。あった。これ弾薬か。ん？あっちね。ちょうど馬がある。ついてきて。了解。いい子だ。行こう。行きましょう。あれ？どこ行った？行け。ん？あ、見つかってますけれども。そう。どうどう。ああ、待ち構えられてましたが、え、何こう突破するんですか？逃げますか？いや待って、これはさすがに、これは見逃せない、これは見逃せない、エアドロップは見逃せない。よいしょ。あたたたたた、ちゃんと止まってから降りないとダメね。盗む。オッケー。よし、馬ちょっとどこ行く。優雅に水浴びしてんじゃないですよ。よいしょ、乗る。行くぞ。え、ちょっと、落とされたんですか。え、ちょっとどういうこと。よいしょ、あっちか。はいはい。なんか敵の目の前で止まってませんか。どうぞ。ゆっくり。今引いたな。絶対に勝つ。そうか、馬に乗ってても撃てるんでしたね。こっち早く。倒せるわけじゃないから別にいっか。え、今戦車って言った。おお、戦車だ。足の下、ここで待機。うまくいったね。そうな、かなりなんか綱渡りだったと思いますけれど。よし、巻いたみたいだね。うん、ああ大丈夫そうだ。乗馬うまいね。そういう、そっちもな。戦い方はどこで覚えたの。16歳から21歳まで軍にいた。え、16から軍に行けるんですか。絶品モヒートも作れる。モヒートって何。ぜひとも飲んでみたいね。ここしばらくフリーが浄化槽で作るまずい酒しか飲んでない。浄化槽。聞かなかったことにしとく。浄化槽で作る、浄化槽で作るお酒とは。ゆっくりだ。カスティロはこの辺をめちゃくちゃにしたな。というより老いの補正が問題。うんうん。私たちは小さなナポレオンって呼んでる。小さなナポレオン。大統領の甥っ子ってことですね。名前だけ。モンテロ家が200年住んだこの土地はあいつのせいでビビロ製造の奴隷キャンプになり果てた。ホセはみんなを銃で脅して一日中働かせてる。パパも一時期捕らえられ毒農薬にさらされたせいで体を壊した。あら、まあ本人は認めないけどね。それでカスティロに抵抗するため今パパは自分なりに革命を率いてる。ならリベルタードと組めばいい。そう、組みましょう。モンテロ一家ってこと？取り尽くし島なしか。それはどうだろう。あんたは特別だと思う。ちょっと戦っただけですぐ特別視されるんですよね。もしかしたらパパは気に入るかも。まあ主人公補正ですね。いいえ、遠くない。何か急ぎ。いや、ただいい運動になる。雨降ってきましたから早いとこ休みたいですね。モヒートはウォッカとソーダとミントのカクテル。へえ、詳しいですね。あんまりそういうカクテル類って、特にウォッカって私ダメなんで。え、ウォッカってことはじゃあロシア。到着です、モンテロ一家。西に着いたってことだよ。どういうこと。剣とそれにヒーローか。おお、さっきのやつ合流できたんだね。問題もあったけどこいつのことはついてたね。なんでファイティングポーズ。いい時に来た、晩飯の時間で。ああ、なんかちょっと食べたいな。
あ、イノシシ。ちょっとワニをいじめるのはやめてほしい。こいつがパパか。パパモンテロ。行け、やれ。行け。行けパパ。さすが。それでこそボスだ。いや、かわいそう。ちょっとやめてあげてほしい。そんな見せ物でワニをいじめないでほしい。グアポ思い。あ、嘘、ひど。ひどいな。なるほど。どこにいた？偵察に。嘘つけ、そいつは。名前は？名前なんか聞いてない。落ち着いてって。ダニーよ、リベルタードの。あ、そうか、確かによそ者ですもんね。どうした？パパ見て、みんな農民、戦士じゃないの。チョリソーに小さなナポレオンを倒させる気？なんでチョリソー？チョリソーは関係ないだろう。チョリソーはこのさっきの黒い犬です。ことでゲリラが育つこれからな。だから俺が。お前のどこがゲリラだ。え、一応ゲリラなんですけど。客だろ。確かにそれっぽい格好をしてますけど。尻拭いはお前がしろよ、カミラ。カミラ。気に入られたね。エスパーダの名前カミラって言うんですか。モンテロ農園にようこそヒーロー。まあ、ようこそでいいの。チョリソー、デザートが食えなくなるぞ。チョリソー、多分後ろ足がなんかやられちゃったんでしょうね。けなげ。間違えた、ラムだって。ラム酒。あー、ラム聞くけど、ラムって何でしょうね。ミッション、モンテロとの出会い完了。偵察経験値150。新たなファストトラベル。ゲリラのキャンプ施設。建設デスクの管理者と話せばキャンプ施設を建造できる。キャンプ施設の建造やアップグレードを通じて通して様々なメリットを利用し、ニーズに合った機能を解除しよう。ほう、どういうこっちゃ。どういうこっちゃ。エレスト・ファンドーリンの真似をする準備はできてるか。え、誰それ。エレス…誰。ボリス・アクーニンの小説に出てくるロシア人探偵。また探偵か。35カ国語に翻訳されてるのに知らねえのか。知らんな。まあいい、とにかく解決してほしい謎がある。はいはい、わかった。どんな。どんな。 C4 を受け取るためにリオ・デ・プルタにゲリラを送ったんだが行方不明になった。それだけじゃない、ロシア語の無線通信を傍受した。ロシア語？ヤーラの同盟国がリベルタードに目をつけたのかもな。ロシア、ああそうか、社会主義国だからロシアか。そこでお前の出番だ、エラスト・ファンドーリン。エラスト・ファンドーリンを見つけるということ。誰だ？向こうが先に仕掛けてきたんです。だから誰なんだ？え、何？今度は何？シルビオ？誰？なんでクイズ？知らんよ。もちろん、ランボーの一作目だろ。え、そんなあったの？やっぱりな、本当にお前だった。何が？何のようだ？何のようだ？彼らと同じことです。はるばる遠くからこの都市へやってきて、戦いに身を投じ、自国の苦しみに耐えながら臨む。何の話が？彼らが国を愛するように、国も彼らを愛してほしい。言ってる意味がわからないんだ。全くね。まあ、自分でもよくわからない。引き延ばし作戦はやめてほしい。俺の秘密基地まで会いに来てくれ。助けがいるんだ。場所を教えてくれないと行きたくても行けない。いいだろう。ベントサ半島だ。急いでくれ。知恵の渇望、スペシャルストーリー。クララ、モンテロと接触した。なんかどんどん、どんどん話が展開していくが。彼の娘とは仲良くなれた。なれた。彼女が糸口になりそうだ。仲良くなれるかも。あのおっさんの？じゃあまずはこのキャンプを理解しないとな。少し回ってくる。分かった、ダニー。気をつけて。了解。キャンプを捜索して何があるか確かめよう。ああ、またなんか大きく話が広がってきましたね。ラム酒って海賊がよく飲んでたお酒。へえ、ラム。ラム酒。ラム。ああ、海賊。っていうと海賊船の一番切っ先についてるのがラムって言いますよね。あれと関係があるのかしら。あれ？珍しいですね。自分今までファス一人称視点だったんですけど、いつの間にか TPS になってる。なんでだろう。いやチョリソー。可愛がる。いい子はどこだ。ヤーラのストーリー。ランク3。フィディのモフモフのお友達がご馳走欲しがっている。可愛い。
つぶらな瞳。今日は特別に子犬の王子にぴったりの美味しいごちそうを見つけてやろう。見つけてあげようじゃないか、君のために。なあ、悪いけど犬語はわからないんだ。わかんないんだ。しゃがめる？しゃがめたりはしない。チョリソーの犬小屋の隣のメモを読む。犬、これか。あ、これちゃんとここでみんなで飼われてるんですね。チョリソー可愛がられてる感がある。製法が書かれた汚れたカード。チョリソーの餌を忘れるな。このレシピをたくさんコピーしないと、あいつ腹が減るとかなり凶暴になるからな。そうなん。ジャンバラヤアラチョリソーの作り方。ジャンバラヤ、美味しそう。ワニの肉、あいつの一番の好物だ。黒豆、ローズウォーター、幸福感が増す隠し味。ローズウォーターってなんだ。手順、コスタデルマーで一番でかくて凶暴でブサイクなワニを探す。フィディのアドバイス。サーペンティの公園で探してもいいし、コルティナ川の東端東端にあるカルロスの秘密のワニの狩り場を使ってもいい。ローズウォーターはケチるな。チョリソーのごちそうなんだからな。材料は塩、唐辛子、愛情たっぷり鍋にぶち込む。はあ、ワニ肉が必要なのは確か。そういえば肉が余ってたかも。え、ありましたっけ。だよな。肉を届ける。おい、ほら、犬のためにこんなに頑張るとはな。ま、この子のためなら当然か。愛されてるね、チョリソー。これで友達になれたよな。どうだ。どうだ。どうなんだ。餌を与えたから。一回餌を与えたぐらいで友達ずらするなって言いそうですけど。ヤーラのストーリー完了。いい子はどこだ。取ってこい。新たなストーリーが。追跡。めっちゃありますが、ローラ、小さなナポレオン、飛行場、あ、ヘリのピックアップに、飛行場のピックアップに、車のピックアップに、馬のピックアップまであるし、そして取ってこいがある。ちょっと取ってこい見に行くか。あ、君のことね。可愛がる。ようやく真のヒーローらしい旅が始まった。チョリソーが何か見せたそうにしている。一体どこにあるんだろう。ついていかないとわからないようだ。元気だね、君。可愛いね。あれ、どこ行く。どれ、ついていこうじゃないか。ついてこいっていうことか。まあ、車輪でけなげに走るじゃない。それはくれるのか。え、何、そんなとこいきなり掘り出して。なんかあんの。何ですか、これは。インタラクト。隠してたのか。あ、ボンド、ありがとう。まだ向こうに行ってる。まだなんかあるの。まだあるのか。太っ腹だな、チョリソー。太っ腹だね。ありがとう。やるな、チョリソー。なるほど、動物の肉、自分が食べようと保管していたんですか。でも腐ってそうですけどね。まあ、あちこちに隠してるんだな。立派なゲリラだぜ。あれ、ここにもある。ワンワンワン、いただきます。ミステリアスな鍵。あ、鍵だ。どっかで何かが開くんでしょうね。前の島で開かなかった扉開くかしら。成熟肉、そういう言い方もできますね。熟成させるの。腐敗と熟成は紙一重ですからね。一歩間違えば食中毒。随分溜め込んでたみたいだな。え、まだあるの。あ、本当だ、あった。インタラクト。こんなにいろいろくれるなんて思わなかったよ。お、火薬、ありがてえ。これは本当にありがたい。まだ行くの。フィリーはこのこと知ってるのか。って、あいつが盗むの手伝ってるのか。フィリーのアイテムをこうやって隠してるのかしら。ありがとう、チョリソー。チョリソーのタグ。これは友達ですね。完全に友達。ヤーラのストーリー完了。ついていっただけで経験値もらってしまった。ああ、チョリソーとアミーゴになりました。でも、チョリソーを
なんか戦闘に関わらせるのはさすがにちょっとかわいそうじゃない？アミーコ、チョリソー、かまって攻撃。チョリソーが誰にも吠えない魅力を振りまいて、あ、違った、誰にも抗えない魅力を振りまいて敵を引きつけた際に忍び寄って奇襲を仕掛けられる。ほうほう。あ、これもう呼び出しちゃったか。チョリソーが鋭い嗅覚で周辺のクラフト素材をマーキングする。これいいね。お前が一番。チョリソーの耳の後ろを書いてやると愛情、体力回復をお返しにくれる。キーンセンス。いつでもお腹を空かせているチョリソーは時々地面から資材を掘り出す。あー、なるほど。へえ。いや、かわいいな。めっちゃかわいいな。でも、どうしよう。グアポもかわいいですよ。グアポ。かわいい。この服を着てるあたりがかわいい。けどな、ついさっきシャンパン呼び出したばっかりですからね。シャンパンはお金の回収がはかどるタイプ。あれ？みたいですけど。詳細。戦闘後に敵の死体からより多くの金をシャンパンが回収するようになる。まあお金あんまり使い道ない、なくはないけど、シャンパンのテイクダウンが成功するようになる。所持金が多いほど？シャンパンがサイレントテイクダウンで敵を倒すと戦利品を奪ってくる。あ、これいいね。シャンパンがダメージを受けると強烈な方向を響かせ、付近の敵をノックダウンして安全な場所まで。ああ、いいね。へえ。いや、アミーゴを育てて強くするっていうこともできるわけですね。これは悩ましいな。そう考えると、やっぱりどれか一人に絞ってってやりたいですけど。敵がチョリソーをめでている隙に敵をやっちゃいなよってことね。そう、そうみたいですね。このつぶらな瞳で敵を騙しておいて、その首に噛みつくみたいな、そんな感じなんじゃないでしょうか。なんてやつだ。でもそれがゲリラの戦い方ってやつよ。さて、どうしようかな。今日はこの辺までにしようかな。ちょっとこの辺のし、あ、なんだっけ、さっきなんか新しいものが解放されてましたよね。いろいろあるよ。ああ、でも大量破壊兵器は他から盗むしかないかも。大量破壊兵器はいらん。私はローラ、武士と噂話の女神って呼ばれてる。銃からトイレットペーパーまで何でも売るよ。しかもペーパーはもちろんダブル。うちの商品は全部一級品。ダブルは一級品。市場に出てるもんは何でも売ってあげるけど、今はちょっと緊急事態なんだ。出回るべきじゃないもんが市場に流出してる。おなんと軍が開発した新兵器。でも保管場所は把握してる。こりゃ盗むっきゃないよね。盗みたいですね、それは。いつでも行って。私のタクシーで連れてくから。どういうこと？特殊作戦、他のプレイヤーとクイックプレイしたりフレンドを招待してモネダを手に入れよう。あ、マルチ用のクエストってことか、これ多分。あ、そんなのもあるんですね、クイックプレイ。あ、ですね、ですね。特殊作戦に参加してモネダって何？モネダを使えばローラのブラックマーケットで限定アイテム購入できる。特殊作戦はソロまたはコープと一緒に。あ、ソロでもできる。コープだとボーナスを獲得できる。へえ。面白いな。面白いな。ブラックマーケット。なるほどね。モネダを使っ、え、モネダ、必要モネダ500とか1000とか言われてますけども、意外とお高いよ。ああ、でもここでしか手に入らない武器とかあるんでしょうね、きっと。なるほどね。まあでも一緒にやる相手がいないので無理です。何？何の用だ？何？ベニート、また海賊をやらないか？ベニートって前の島にいた漁師か。漁師ですね。全て集められるのはあんただけ。俺が救出した人をそっちに送るから、すぐに海賊団が作れる。海賊団を作る？みんなアントンに反撃する気満々。
ベニート海賊団って。ベニート海賊団。ベニート海賊団か。その気になってるじゃないですか。俺は活動のチャンスを伺っておく。ビバリベルタード。ビバリベルタード。リーダーと新兵を配備して海賊団の作戦を遂行しよう。革命ミッションやヤーラのストーリーをクリアすると新たなリーダーを仲間にできる。新兵を増やすには捕虜の解放、ポスターへの落書き、看板の破壊。へえ。で海賊団ができたらどうなるの？海賊団の新兵15。あ、これが統計ですね、さっきの。こっち。お？いや、楽しんでってくれよ。その場の勢い。話がある。実は俺、この辺りの統計チャンピオンなんだ。自慢してくるじゃん。のゴルディとは腐敗のまま引退するはずだった。ところが、ラモンとかいうクソ野郎がやってきて、俺たちの最後の試合にドーピングした鶏を出しやがった。そりゃ許せないね。その上、野郎にゴルディとの特別なけずめを渡さめになっちまった。かわいそうにゴルディとはショックで食欲もねえし、羽のツヤも最悪。鶏でしょ、でも。今じゃ爪のお手入れもさせてくれねえ。なあ、毛爪を取り返してくれないか。はあ。頼む。この通りだ。毛爪ってあげたりもらったりできるもんなんですかね。このままじゃゴルディートが危ない。鶏のゴルディートですね。ラモンから毛爪を取り返してくれ。ラモンのクソ野郎、統計でインチキしてゴルディートの毛爪を奪いやがった。やつを見つけて取り返してくれ。まあ、ランク5って書いてあるけど結構難しいんじゃない？よかった。頼りにしてるぜ。おう。毛爪のことよろしくな。なんかよくわかんないけど分かった。あ、ここに統計が、鶏がいますね。めちゃめちゃ面白い子だよ。感じるだろう。最高にエキサイティングなイベントが醸し出すこの空気。めちゃめちゃ面白い子だよ。誰のことを指しているの？ああ、鶏が2匹目の鶏。ここで鶏が遊べるってことね。統計をプレイ。楽しんでいくかい。自慢の鳥がチャンピオンになれるか試してみね。鳥さん、いやいや、何を知っているの？鶏の何を知っているの？難易度民間人、ゲリラ、革命家、はあ、リバード、ヤーラペソ100。このおじさんと統計で戦うと100ペソもらえるらしい。え、自分でやんの？ KLJ かわす。めんどくさ。どうやら完璧なアクションゲームっぽいですね。怒りゲージが満タンになるとスーパーガヨを発動できる。スーパーガヨ？ KLJ って言われてもよくわかんないな。ちょっと待って、まんま格闘ゲームですが、格闘ゲームですが、うん、まあちょっとやってみましょうか。ポケー。本日の挑戦者だ。驚きの 4.7キロ、実に勇猛果敢な鶏だ。さあ、張ってくれ。うちのチャンピオンは強いぞ。はっ、おう。攻撃どうだっけ？攻撃ボタンがわからんのですが。ちょっと待った。攻撃ボタンどれ？ちょっと待って。攻撃ボタンがこれか。入れ。ちょっと待って。ほわ。入れ。負けた。難しすぎん。いや、第2ラウンドあるから。お、何？なんかしたぞ今。アウチ。これで回避？違うな。ゲージが溜まったからなんか使えるって言いませんでしたっけ？ゲージなくなったわ。
イレイ。わあ、敵の隙を狙って反撃をする五の線作戦でいこう。こうよ。あれ、イレイ。いやー、勝てそうだったのに、ルールーズ。なるほどね、完全に格ゲーだわこれ。あのちょっとキー配置をちゃんと整えないとやり方がよくわかんない。なるほどね。いや結構です。いつか強くなって帰ってくる。さて、そうじゃなくって、まだなんかあるわ。これ何？これさっきのおばさんか。そうじゃなくて、なんかキャンプを作るみたいなことを言ってませんでしたっけ？どれだ？ローラではない。これは普通にメインクエストっていうか革命クエストですね。あれどれかな、これ、あ、これか、建設デスクとかある。これちょっと行ってみるか。なん、ん、どこだ、ん、どこだ、ん、なんだ。迷ったのか。ああ、なあカルロス、パパか。クララや俺を信用してないのは分かってる。あの女が送り込んだ他のクズもな。当然だ、よそ者だしな。身内しか信じてないですからね、この人。その通り。うわお、よく切れますね。他に用は？小さなナポレオンに土地を奪われた上に、奴が畑に撒いた毒で多くの仲間が死んだって聞いた。あんたが病気で。あ、そうか、これでも病気になってるんですよね、この人。農薬によってなんかガンができたみたいな話かしら。まだ使えるなら無駄にするな。そうね。奴らが毒を置いてる倉庫を焼き尽くせ。タバコに毒を撒く農業機をぶっ壊せ。過激だな。畑に毒を撒く連中は殺せ。了解ボス。絵はがきよこせよ。なんで一応認めようとはしているんですかね。空気をきれいに。ああ、多分燃やす場所が3箇所4箇所ぐらいあるみたいな感じか。それはそれとしてよ。ん？これはなんだ？家の中っぽい。ちょっと犬邪魔。テレビ？ん？なんだこれ。ああ、アドオン。これあれか、プレステのゲームコントローラーのアイコンですし。ああ、テレビの上にコントローラー置いてますね。ゲーム内ゲームを楽しむみたいな、そんなやつっぽい。なるほどね。今はいいです、メインをやっていきたい。そうじゃなくて、でなんか建てられるっていうやつ。バガンミンがいる。ちょっとわかんないですけど、多分前作とか前々作で出てきたやつがアドオンとしてプレイできるみたいなことはなんか書いてましたね。あれ、どこだ。ん？キャンプ施設、建設可能なキャンプ施設6。どういうこと？建設デスクってとこに行きたいんですよ、まず。建設デスクってどこ？金槌マーク。金槌、あ、あれか。これか。この人か。はい、心理です。はあ。新たなキャンプ施設を建設する。ああ、キャンプ資材として薬、金属、ガソリン、今まで集めてきた物資が使われるわけね。OK。はあ。
ね、なんでなんこれ。あ、いろんな種類のものが建てられますよと、さっきの海賊の話もありますね。わーん。ゲリラの隠れ家。ああ、ファストトラベルが可能になり、ウィングスーツを使用できるようになる。ウィングスーツって確か空を滑空するやつだった気がする。これちょっと立てる？より強力な武器と訓練をゲリラに提供する。ゲリラに？偵察用ラップトップを見晴らしのいい場所に設置すれば、国防軍基地をさらに詳細に偵察できる。はあ、ゲリラが強くなるのはまあちょっと別になんですけど。偵察は大事ですよね。これも欲しいな。釣り小屋。釣り、メインからは割と離れた感じになりそうですけど。ただ永続バフを購入して、でもこれ釣りがメインか。食堂。一時的なバフを得られる食事と交換できる。あー、バフ。悪くないかも。で、海賊。新兵を増やし、海賊団の採用官から装備を購入できる。海賊団がそもそも何なのかよくわかんないですよね。海賊団ができました。新兵送ってくれとは言ってたけど。送ったらどうなるのっていう。狩猟小屋。これは狩り。狩猟に特化した装備、武器、永続バフの調達も可能。まあこれもちょっとお遊び的なやつ。隠れ家、これファストトラベルできるのはかなり重要だと思うんで、これはいると思う。のんきな音楽がかかってますけど。え、これ立ったの？あ、ウィングスーツだ。いいね。ゲリラの隠れ家。あ、そういうこと？そう、現在地ここで今家を建てることによってゲリラの隠れ家がこうやっていくつかできましたよという話でしょう。で、ここにファストトラベルできますよ。エアドロップって何？エアドロップってあのエアドロップでいいの？だったらエアドロップガンガン落としたいけど。ゲリラの隠れ家でできることは作業台ね。はいはい。ゲリラの隠し場所の利用、強化された隠れ家ネットワークの建造が必要。どういうこと？ビークルの利用。作業台はまあいい。ゲリラの隠し場所の利用ってどういうこと？よくわかんないな。まあいっか。ああ、対空施設がまだある。ああ、そうだ、これもやんないと。お、トレジャーハント。いいね。なあ、もうやることいっぱいあるな。やることいっぱいあるな。え、どうする ?13 時から始めて今3時間20分か。もうちょっとやる？ローラ、ああ、気にはなるけど、まあ今はいっか。建設可能なキャンプ施設5。あー、なるほど。もう一個建てられる？この隠れ家ネットは、ん？ほら。偵察対象。なんこれ。隠れ家のロケーションを購入する？あー、なるほどね。隠れ家が他にもあるよと。お金を払えばそれがどこか教えるよってこと。これ自分で見つけてもいいんですよね、きっと。どうなんだろう。必要200、100、150。まあ、払えなくはないけど、お金ってあんまり手に入らないから。あ、まだあるわ。マドルガダの隠れ家。ここの地方ですね。この辺にあるって書いてありますけど、行けば見つかるのかな？購入すると場所がわかる。購入しないと分かんないのかな。なんかそんな気もするな。なるほど。
そう、さっきの人、さっきの人。よう、ダニー。お？あー、強化された隠れ家ネットワーク。各隠れ家周辺にビークルが置かれる。毎日ゲリラの補給物資が補充される。はあ、なるほど。まあそんなに言うほどではないか。入るとスプレーも自動チャージ。それはいいね。ゲリラの補給物資がグレードアップ。はあ、悪くないね。ただ金属、ガソリン結構使いますね。ん？追加内容。参加者の隠れ家および以下の設備。今回購入したことで、これを建てたことで参加者の隠れ家ができましたよってこと？防衛用自動タレット。ああ、隠れ家のロケーション情報を追加で購入できる。新たなキャンプ施設。これはもう建てたか。ああ、なるほどね。ああ、もう一個建てられますよ。何がいいかな。ゲリラ駐屯地も悪くないと思う。偵察がもっとできるって書いてあるし。ただ、海賊もちょっと気になる。さすがに釣りと狩猟は後回しかな。でも気になるな。意外と後回しに見えて実はすごい重要ってこともありますよね。食堂、まあただのバフであればこれは後回しにするか。海賊気になる。海賊気、この辺はちょっとどうしよう。ちょっと情報を得てからにしようかな。どれにするかっていうのはちょっと後回しにしよう。それで、マップ。ここにもなんかあるんですよね。いつ終わるのやら。ん？これか。なんか憲法やってますけど。こんにちは。ある副官を探すのは手伝って。ああ、エスパートだった。小さなナポレオンの島に来るって情報を手に入れたの。シニエストラの波止場で落ち合ってボートでカヨビアレアルに忍び込む。そして副官を捕らえホセの計画をぶっ潰す。ただしこれは秘密にしてて、パパにこれ以上ストレスをかけたくない。もうパパに任せておけないんですかね。ホセのプライベートアイランドで副官を捕らえるのを手伝って、ある副官を追跡するのを手伝ってほしい。まずはシニエストラの鳩場に来て。なるほどね。鳩場で待ってる。くそ、ダメね。いろんなミッションが出てきたな。どうしよう。これはとっても大変だぞ。あんなパパだけどよろしくね。これはとっても大変だぞ。さあどうする。さあどうする。マップ。ああ、ちょうどここに鳩場に行けって言ってますけど、鳩場のそばにマングースもある。なんだこれ。ああ、基地占領やりたいね。やりたいね。基地占領しましょう。いやでもここも、いや基地占領しましょう。基地占領しよう。よし。で、ビーグル。よいしょ、車だ。まず車。ん？どこだ？車。ちょっとなんでここだけ TPS になるんでしょうね。逆に分かりづらいんですが。手書きの苦情。フィディ、またチョリソーが俺のベッドでうんこしたぞ。あいつはみんなの人気者だし、俺も大好きだが、うんこは勘弁だ。そうね。言って聞かせろよ。お前の言うことなら聞くんだろ。俺が近づくとものすごいうなって、今にも金玉に噛みつきそうな顔をしやがる。あいつのうんこの最中に出くわそうもんなら修羅場になるぞ。もちろん俺にとってな。頼む、戻ったらもうしないよう言い聞かせてくれな、ロベルト。大変ですね。チョリソー、あんな可愛らしい見た目ながらそんなことするんですね。あ、出たらいきなり
いきなり主観になった。ヘリで行く？いや、ここは戦車よ。よいしょよいしょよいしょ。一応ね、ステルスで行くつもりですけど、ステルスに失敗した場合には戦車で投げ払う。それで行きましょう。ちょっと通してください。これこのゲーム敵兵と戦っても、ああすまんすまん、敵兵と戦っても敵兵を倒しても経験値的なものは入らないっぽくって、ああミッションをこなすとか、あとああいう敵の施設を落とすことで経験値が溜まってランクが上がるみたいなんですよね。なんで戦闘すること自体はそんなにいいことではないというか、メリットは少ないです。ちゃんと目的を持った戦闘が必要だということ。あれどこだ、これ行き過ぎたか。この人、私が戦車乗っててもあんま気にしてないんですね。民間人が戦車乗ってるのを不審に思わないのかしら。さて、普通に通り過ぎていく政府軍兵士、あんまりやる気がないのかしら。さあ、でこの辺でございますが、まず偵察したいね。あのコルティナ基礎観測所、了解了解。落としに来ましたよ。おいクララ、軍が気象観測所を奪う理由は思いつくか。それって西にあるやつ、私もそこについていろいろ考えてたの。まずコンピューターを探してみて、活動を記録してるはずだから。わかった、探してみる。コンピューター、どうしよう。ちょっとまず一回高いところに上がって、でざっと偵察しましょう。もうちょっと高いとこがいいかな。いけませんね。はいはい。ところどころにリベルタードの青いマークがありますけど、どういうことなんでしょうね。スナイパーだ。動物を解き放ったら面白そうだ。ああ、あったな、そういうの。私昔ファークライの3だったかな、やったことがあって、 それもこうやってあの敵の拠点を落としていくゲームだったんですけど、その敵の拠点に動物が飼われていて、その動物の檻を、これね、檻を壊すと中の動物が暴れまくるみたいな、そんなあったん？ん？あ、ヘリコプターがある。なるほどね。うん。まずは、どうしようかな。スナイパー先にやりたいですけれど、さすがに、遠すぎる。手前側の方には誰もいないから、ん？これ一般人か。これなんでもないライトか。
この人やれそうだけど何してるんでしょうね。どっから入ろうかな。このスナイパーをステルスキルしたいから登りたいんですよね。登ることを考えたらやっぱまずここか。いやまあ戦車砲使ってもいいんですけどね。一応最初はでもステルスでいきたい所存。あ、なんかサボってるよこの人。ただまだマークできてない敵がいるっぽいんですよね。いやまだ気づかれてない。危なー。この距離で外すと思わなかったな。なんか当たり判定まずかった。よし。犬がワンワン言ってるわ。いません。犬がワンワン言ったせいで気づかれた。ふう。死体見つかるかしら。死体を見つけた。見つかったな。よく探せ。この辺消せスカーペ。アディオス。アディオス、アミーゴ。よくないね。でもあわただしくなってる。あ、スナイパー降りてきましたね。見てこいとか言われてる。ちょっと場所を変えよう。あの人はゲリラと戦ってるっぽいからスルーでいい。あいつらが向こう行ったおかげでこっち空いてません？空いてるね。今のうちに侵入しちゃおう。死にいたわ。本館にコンピューターがある。コンピューターがある。どこだ本館って。こいつやるか。どっから見られた。おい、なかなかどうして。なかなかどうして。一回外出よう。気づかれたな。にゅはフラッシュバンでよかった。一回逃げます。
これまた向こうに行ってる間にこっちでやっちゃえばいいのでは。今見つかった？見つかったね。嘘、ヘリ。あ、まずい。ちょっと待った。ちょっと待った。やり直し。これはやり直し。んぎゃー、ちょっと待って。ヘリはまずいよ。まさかあのヘリ飛んでくると思わなかったな。ここなら見つかんないかな。うわあ、いやーちょっと想定外。いや、みんな向こうに行ってると思ってちょっと大胆に動きすぎましたね。あれ、見つかってる？なんか撃たれてますね。これは感づかれてますね。もっと逃げようか。うわぁ、おっと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 、よいしょ。これだけ距離を離せば落ち着いてくれるでしょう。ダメかな。本館のコンピューターっていうのが、本館っていうのがどこにあるかわかんないんですけど、まあでもまず全員、おっと、まだなんか見てる人がいる。まあなんせ全員倒してからの話ですよね。ステルス下手か。まだ見られてる。もっと離れないとダメかな。一回もうがっつり離れてしまって、なんかこっちにもあります。あ、箱がある。巻いたか。あ、巻いたらしいです。箱があるけど下だ。これ降りたら上がってこられないやつですね。また今度にしよう。ちょっと今はこの敵の基地をなんとかしたい。もう一回偵察からやり直しですよ。さっきこのあいつか、違うな、さっきこの外をうろうろしていた人がいたんですけど、この人かな。もう一人いる。こっち側、スナイパーだ。こっち正面玄関だからさすがに警備が厳重な感じがするな。あれ、ちょっと、どっちだ。
うん。さっきの人復活してる。動物が逃げ出したらきっと大混乱になるな。動物って言ってもただの犬ですよね。カメラも復活してる。完全にリセットされてますね。まあ、しゃあなし。この人な、この人に気づかれちゃったのが問題なんで、こっからちゃんとスニークキルでいきましょうか。まあまあ言われてるけど大丈夫？はい、今度は静かにできました。ただこの死体を隠したいけど、ちょっと無理っぽい。さっきこの上に登って見られましたからね。ここ見通しが悪いから、どこに誰がいるかよくわかんない。カメラだ。これは何？警報？さっき警報鳴ったら真っ先にあのヘリコプターが飛んでいったんですけど、カメラがあるから多分あれが本館なんでしょうね。警備厳重ってこと警備厳重ってことで。さてどうするか。犬か。あの人一人っきりっぽいからやれるんじゃない？ただ上にいるスナイパーよね。どこまで見てるのか。登って大丈夫なのかしら。あ、向こう行った。チャンスでは。今のうちに上のスナイパーやろう。え、どうやって登るの？え、行けなくない？下から入れるのかしら。か。オッケーオッケー。これ登りきって大丈夫ですか？大丈夫そう。オッケー。よし。で、偵察。ここは偵察するのにちょうどいい場所。あれね、あれやっときたいな。上から見られたら面倒ですからね。いけるか？ナイス。いいね。さてちょっと日が暮れてきたな。明るいうちにやっときたいんですが。お、ここ上から侵入できますね。これ犬よね、ただの。
見回りが外に3人かですけど、マップを見るともう一人いそうなんですよね。あっち屋内かな。犬が厄介だな。途中で吠えられたら困るし。え、これが一人か。違うな。屋内入ろうか。建物の中に入ります。うん、ただやべ、見られてる。うわい、2階から行きたいんですよね。2階っていうか屋上からか。この人に今見られたんですけど、こっち来る？来ないね。ん？いや来ないね。オッケーオッケー。じゃあ今のうちに行こう。上から侵入するスタイル。こっから入ってもいいか。よいしょ。なんかピコピコ言ってますけど、コンピューターかな。違うね。あ、これがさっきの屋上からの侵入経路なんですけど、どっちから行っても変わんない程度でしたね。ん？なんだあれ？なんだこれ？この家は下かな？下か？おっと、大統領の写真があります。薬、そう、もう一人いるんですよ。もう一人、それは気をつけないと。警報を壊そう。警報？あ、あれね、了解。この音は警報の音だったんですね。薬、警報、長押し。これで増援はなしだ。はい。特になし。こっちの方に一人いるんですよね。どうしよっかな。ちょっと最後の一人マークするまでは怖いな。いや、こっちから行く？あー、なるほどね。え、もう一人どこだ？隣の建物か？そんな気がするなあ。どうしよう。やりたいんですけど、どこでやっても他の人
他の兵士に見られそうでちょっとためらっちゃう。一回外へ出るか。あいつはやれそうですね。でもちょっと遠い。ナイス。この犬はどうなのかな。見つかったら吠えるとかある？死体が見つかったかもしれない。気のせいか。ちょっと動きが慌ただしいですよね。やっぱり見つかってんね。冷静か。見つかった。断然見つかった。嘘、飛ぶの？うっきょ。うぃ。あ、君か。最後の一人は。なんで苦しんだせいに死んだけど、私悪いことしてませんよね。苦しんでるだけか。はいはい、ならいいや。あ、誰かいる。間違えた。あとはヘリだけだな。ヘリはちょっとどうしようもないので。これ何なの？汚す。あ、海賊団、そういやあったな、さっき。あ、これだ。新兵を増やすには捕虜の解放、ポスターへの落書き、看板の破壊。なほね。ということで、っていうか、もうちょっとスマートにできないもんかね。今んところ大抵のミッションをスニークに失敗してん。あ、これか。よいしょ、インタラクト。頼む、早く。もう今更だから急がなくていいですよ。コンピューターから情報をダウンロードする。ダウンロード中です。その間にこの辺の物資を回収しよう。ん？これどこだ？あっちにもあるが、外に出るとヘリが狙ってくるんだよね。ヘリを落とすにはどうすればいいのか。あれか、背中のランドセル使いますか。狙えるかな。やっとだ。カスチロ草原、タバコ工場、軍事目標、新しい軍事目標。あー、なるほどね。ダウンロードすることで新しい軍事目標の場所を特定したということ。
さんあるんですが。見つかったね。あ、まずい。うわ。フラッシュバンでよかった。いや、そうじゃない。ここで。いてててててて。て回復。え、タバコで焼いて。これでこれ使ったら。あ、やるじゃん。いけましたわ。あ、これで占領ですね。ほい、占領。いやー、ちょっとね、やっぱりまだダメですね。あ、警報が鳴らなかった。情報ダウンロード。なるほど。警報先に止めておいてよかったですね。ほい、基地占領。気象観測所ではありますけど、基地なので。いいね。これで経験値が手に入って、ランクアップ4になりました。で、新しい武器が買えるようになりました。すぐに手に入るわけではございません。よ、話したいことがある。あ、何？他に情報があるって？情報は？対空拠点の情報が入った。地図に記しておくから、破壊してくれ。サンキュー、サンキュー。え、こんなとこに？なるほどね。ランク8って書いてますけど、強いんじゃない？もっとランク上げないとダメかな。私がこうやってすぐ見つかってラウドになっちゃうのもランクが低いせい。あーじゃない、箱。さて、17時になろうとしてますね。さすがにもうこの辺でじゃあ終わりにしようかな。え、これ何？やることいっぱいあるからいつまでもできちゃいますね。ん？あ、これか。ん？これか？ん？鍵を使う。いつまに鍵持ってたんですかね。バナナ。お邪魔します。物資。ん？ん？バナナは物資ではない。薬。バナナ。あ、箱。火薬、いいね。そろそろ武器のパーツも作ろうか。こんな感じかな。まだある。薬。こんなとこありましたっけ。こっから侵入してもよかった感じなのかしら。っていうか、ここどこ。拾う。バンカーのカードキー、今更？さっき開けましたが。え、さっきのとは違う鍵なのかしら。あ、戻ってきた。あとはこっちになんかある。ん？あ、これか。薬。向こうにガジェットの箱がある。これではない。これでもない。これでもない。上か。よいしょ。これ、あー、これはガジェットだけなんですね。ガジェットって拾わないと回復しないのかしら。間違えた。なんか他に箱ありませんでしたっけ。今どこ。これか。この近く。なるほどね。たくさんありますね。箱がまだこの辺だけでもこんなに点在しておりまして、
はいはい、この辺にもありまして、いやー、なかなかですね、いろいろやらなきゃなんないことというか、やりたいことというかありますけど、ああそうね、これもやっとかないとなというふうに、やるべきことが本当にたくさんあるわけでございますけれども、13時から始めてか、4時間。まだまだやりたくはあるんですが、配信としてはここまでにしとこうかな。いや、やってもいいんですけどね、多分、配信終わってもこの辺の箱集めとか勝手にやってると思うんですよ。え、やる？見たい？ただ箱集めるだけの配信見たい？まあやるか？じゃあ。ちょっと昨日、今日と少し配信やりすぎて喉が荒れな感じなので、あんまり喋んなくなりますけど、それでもよかったら箱集めにお付き合いください。一回帰ろう。暗いからな、そう、暗いのだけが問題なんですよね、配信的にも。見えなくなるし、周りが。まあ、よう。銃なら誰でも撃てるが、キャンプ作りはスキルがなきゃな。おお、自分のことですか。なんかありますね、あそこ。これね、そう、暗すぎてどこに向かってるのか何をやってるのか分かんないんですよ。ここか、入り口。手紙のアイコンがさっき、これか。手書きのメモ。パイロット、エスペランサ、海岸警備隊、算数は昔から得意、他のことはあまり興味ない。4年前に卒業、学科、3年従軍、もう少しいたかもしれない、改名したビビロに夢中。これ何の話？誰かのことをメモっている、調べている感じ。ビビロに夢中。ビビロって何でしたっけ？ちょっとわかんないな。海岸警備隊ってことは、多分国の政府軍の人のことですよね。エスペランサって場所のことだと思うんですけど、首都エスペランサじゃなかったっけ。まあいいや。モンテロの断片。モンテロってここのパパのことですよね。え、それとも、ベビーモンテロ？あ、ここにもなんかある。物資の強奪。ある兵士が情報を漏らした。近くで補給物資が投下されるらしい。急がないと間に合わないが、苦労するだけの価値はある。偵察員の名誉にかけて誓う。これ、え、さっき見なかったっけ？さっき見たやつか。まだある。処分通達、シニエストラ、ん？これも見たな。破れた日記の一部、マルチナの体が熱くなっている。マルチナって誰だ？マルチナ、人が多すぎて分かんなくなってきた。マルチナってパパでしたっけ？違うな、彼女って書いてある。マルチナの体が熱くなってる。最後の食料を彼女にあげた。洞窟で捕まえた魚もだ。彼女も俺も意識が朦朧としている。何かを、誰かの姿を見た。ラ・プリンサセラだ。ん？ラ・プリンセサ。プリンセサ。ラ・プリンセサだ。クラゲの光に照らされて水中から出てくる髪の毛が一瞬だけ見えた。俺は叫びながら襲いかかった。そしたらナイフと岩に血がついてたんだ。ラ・プリンセサは幽霊なんかじゃない。彼女は生身の俺たちと変わらない存在なのかもしれない。彼女を見つけなければ。パブリート。遭難した場所でラ・プリンセサを見たみたいな感じなんでしょうか。この書き方だと、なんか人魚っぽい雰囲気でしょうかね。ラ・プリンセサ。あれかな。肉を食べて880年生きるみたいな、そんな感じ。
と、ほな、ほなほな、さっき失敗したやつをもう一回やろう。夜だけど、しょうがない。ジャイロコプター読んで出発。マップ、これね、先にこれ落とした方がいいのかな、そんな気もするな。まあ、ひとまずさっきのエアドロップを取りに行くっていうクエストがありますんで、それをもう一回やろうと思います。さっきはね、あの塔の上から降りたら足をくじいて死んでしまったので、じゃあどうすればいいの。ここにね、ここに降り立てればいいんですけど、これちょっとでも進むと警告されるんですよね。ギリギリでいけるかな。あ、いけそう。いけたか。いや、そんな止まり方普通しないでしょ。何今の。ジャイロコプターの端っこだけ引っかかってて、降りた場所には足場がありませんでしたみたいな。そんなんないやろ。この手のゲームでは運転するときは第三者視点になること多いんですけど、このファックラでは運転してるときも一人称視点だから足元見えないんですよね。これね、もう一回いきます。ギリギリかつそれでも足元はちゃんと地面にたどり着けるようにしたい。ここね、これね、視点を変えようとするとヘリの向きが変わっちゃうから足元見えないんですよね。ギリギリまで前出るか。お、警告来ないな。ここなら良さげじゃない。お、 OKOK、 いけたいけた。はて、ここは対空陣地ね、ギリギリ入ってないか。いいね、よし、これでいきましょう。物資を投下する。ワンに打ち上げられたらビーチで回収せよ。 OK、 了解、回収に向かう。補給物資ありがたくいただこう。さあ行きます。どこだ。こっち、はいはい。あ、カスチロ草原でさっき行ったところだ。なんか時間制限があるからこの BGM なんでしょうかね。なんかカウントダウンしてる感じの曲ではあるんですけど、緊迫感まるでないですね。これ申し訳ないな、真夜中で。本当に B5606、応答せよ、直ちに身元を明かす。最高。くわ、ここにも対空施設あったの。いや、これは予想外。
あーこれか、なるほどね。これはさすがに先に落とさないとここにはいけませんよね。この距離乗り物欲しいな。馬がある。よし、馬で行こう。便利な馬だ。レッツゴー。よろしく頼むよ。暗くて道が全然見えませんけど、まあ多分いけるやろ。問題は時間。ただまああそこまでたどり着けば OK なんで。カルロス、リベルタードのダニーだ。知ってるわ。忘れると思うか。いや、ただ何でもない。それよりカステロの毒が近くにあるみたいだ。黄色いタンクをさ、海岸線沿いに行くのがいいですよね。ただただすぐに向かう。暗くて見えないのが困る。ほんとさ、なんとかならんのかね。ライト付きのヘルメットとかないんですかね。ここ行けるかな。大通りから行った方が確実だったですね。これ入っちゃうと警告されちゃうからな。いける？いけそうだな。オッケーオッケー。1分半、まあいけるでしょう。兵士がいた。なんでこんな海岸で遊んでんの。そろそろいいんじゃない。まだダメ。ここだな。オッケー。待て。カウントダウンは止まりましたので。カウントダウンは止まりましたので、あとはこの辺の兵士をやるだけでございますが、もうこれはランドセルでやるか。いいね、ランドセル強い。ちょっと待って。さすがなのだ。見つかった。さすがなのだ。ありがとうございます。オッケー。ん、まだいる。馬か。オッケー。寝て起きたらまだやっておられる。いいぞ。いやちょっとね、こんなに長時間やるつもりではなかったんですけど。聖なる意だ。ありがとう。え、何今の。何拾った。なんか変なもの拾いましたね今。何にも考えず拾っちゃったけど。というわけで、錦さんおはようございます。起きたのにまだ来ていただいて申し訳ない。補給物資を盗む。いや背中、ほんとランドセルが強いわ。こういう時助かる。よくやった。自分で自分を褒めてあげたい。ダッシュ完了。途中でジャイロコプターが落とされた時はどうなるかと思いましたが、オッケー。で、素材が手に入ったので、どうしようかな。終わるか、さすがに。4時間もやると、さすがに休憩を入れないと体がちょっとバキバキしそうですし、今夜はもう配信ないから、これで終わりなのはちょっと申し訳ないんですけど、さすがに第2回また配信するってことはないんで。撃たれた今。ゲリラがやってたわ。
まあこの辺で終わろうかな。うん、はい、ということで、じゃあ朝焼けでも見ながら、朝焼けどっち？あっちか。朝焼けでも見ながら終わることにしましょう。はい、ということで、それでは土曜日午後の配信、ファックラ配信はこれにて終了とします。4時間過ぎましたけど、長い間のお付き合いありがとうございました。今日は配信ございませんけれども、明日日曜日は午後はいつものパイセンコラボ、それから夜は早寝配信なんですが、早寝しない配信ファックラ6になると思います。もう申し訳ないですけど、この1ヶ月間はずっとファックラやりますんで、ソロ配信は月曜日の朝活、これもファークラやります。1時間ぐらいしかできませんけど、そこはあれですね、物資集めとかクエスト、ストーリーを進めるというよりは、ちょっとやり残したこととか取りこぼしたものを拾うとか、そういうプレイをやっていこうと思います。ですので、木、金、土、日、月週5でファークライやりますので、どうぞどうぞよろしくお願いします。それではここまでにしましょう。お相手は二足三文ソフトウェアゲーミング部門所属陣の楓でした。長時間ありがとうございました。ごきげんよう。